はおはやじゃないおはやじゃなかった、おはやじゃなかったね。そうです、お風呂上がったばっかです。見てください、もう暑いので、じゃがりこ見たことある人もいると思うけど、じゃがりこ T シャツです。今起きてないよ ということで、そうなの。なんだっけ、なんか話そうとしたんだけど忘れちゃったな。なんだったかな。7列目だった。買った。ありがとう。ちょっと前髪長い、嘘。あ、昨日は楽しかったですね。あ、見ました見えました見えました。そうイオンで、私はそうです無防備かよし、じゃあちょっと今日も今日で寝る準備をしていこうと思いますよ。インタビュー、こんばんは。なんだっけ、なんか話そうとしたのに忘れちゃったのな、忘れたな。そうなんだよね、明日は大学なんだよ。もうね、本当にね、うん昨日楽しかったです。かきれなそう、お風呂上がりで忘れた。そうですよ、春休み終わり最悪です。本当に席のすぐ近くまで来てくれてるよもうさ、昨日本当にやばかった、本当にやばかったんだから、わかる、みんな本当にやばかったんだから。昨日、こんばんは、母ちゃんが、あ、本当にね、じゃあ本当に昨日やばかったですよ。膝やばい、それに来たら絶対ある。明日から大学2年生です、やばい。明日は履修登録しなきゃいけない。膝やばいの、ちょっと見てよ、ほら。あ、でもまあそんな言うてやばくなくなったけど、ちょやばくないですかっていう話よ。でこっちもなんかそう、こっちは微妙やけど、めっちゃ足机に乗せて、いいというセミ振られたの美味しかった、最悪振られた。そう、ちょっとマシになった。今日は大変でした。ほんと行けなかった組、ね、あのね、そう、履修登録はまだ大丈夫、それでもやばい。でもまあ、あの隠せるからね、言うて。なんだっけなんだっけ、そう、昨日はなんか、え、これってさ話していいんだよね。だよね、あ、そうそう、面白かったけどね。そう、これ話していいんだよね、昨日の話って。なんか昨日はなんかバラエティーみたいなのを鍛えるみたいなやつだった。いいんだよね、そう、バラエティーを鍛えるやつみたいな感じで、なんか花はめっちゃ子供みたいよ。そう、花はなんかリポートバトルだったんだよね。鍛えられ微妙いですね、大学頑張る。1年間大変、本当にそうだよね、最悪なんですよ。もうなんか立候補じゃないですよ、普通に決められてた。違うよ、明日から、あ、そこでもまだ派です、花のお箱。え、本当に違う、もう私本当にやばくて、そう、リポーターになりきって客席に行ってみたいになって、その客席でおは、その客席の人にお話しかけるみたいなやつで、それをまあ超世代と超超世代から2人ずつ出してみたいな、ソミレイさんとでした。
そうだから、なんかで、なんか大学は明日は別に朝早くないですけど、そこまで早くはない。リハやったけどさ、そんなだって人いないから、そんななんか段取りみたいなのはやりましたよ。そりゃどこら辺に行きますとか、どこら辺に行きますっていうか、どこのドアから入りますとかはやりましたけど、どんな感じか全然わからなかったんですよ。で、みたいな感じで、でなんかもうゆうねさんとあの中坂さんがうますぎて、みたいな、マジやばいってなりましたね。ゆうねさんと中坂さんうますぎた。こんにちは。でなんかやばいやばいってなって、やばくて、本当にやばかったです。とにかくめっちゃ緊張しました。トワイさんの面白かった。そう、中坂さん、そうなんだよ。え、あのさ、中坂さんがさ、一番最初にさ、誰推しですかって聞いた人が、ここにいつも来てくれる人、もう壇上にも乗ってくれる人で、ですぐペナルティの絵変えてました。そう、明日から学校です。よかった。そう、いつもだいたい来てくれるときは壇上1位にいる方が、あの私のサイリウムの色から中坂さんのサイリウムに変わったんですって思いながら、まあ、まあまあまあとか思いながら、まあ、でも面白かったですよね。あれ、壊れた人じゃないです、壊れた人じゃないですけど、そうですよ、びっくりしました本当に。あ、そうそうそうでも面白かったですね。でまあ私は隣に空いてる席に座ってやったんですけど、まあ振られましたごめん、いない、ほんといないね。振られました。2番目の人に、1番目の人には一緒にご飯食べてくれるって言ったけど、放送ね、あってほしいよね。あれ面白かったでしょ、結構面白かったこんばんは、そうなんですよ、振られたんですよ。ところどころされるのかな、やばかった、緊張が。裏でミレイさんとやばいよね、やばいよねって言ってくれたから、やばいですみたいな。初音もありがとうございます、こんばんは。パンありがとう、お茶ありがとう。そう、やばいですよねって言いながら、頑張ろうねって言って、やっぱりミレイさんはうまかったですね。箱の中身、でも難しかったですよね、この中身も。あれ、せいぜい緊張してるよ。本当？めっちゃ緊張してましたもん。やばかった。エゴ緊張。違う一面が見えたの面白かったですか？嬉しかった。じゃあもう良かったってことですかね。お疲れありがとう。時間的にはほとんど、確かに確かに。なんか私の弟も、あ、モノボケね、めっちゃね考えてたんだけどできなかったです。泣きはしてないです、出し切る、まあまあまあ出し切る、なんか出し切るも何も、なんかもうなんか初めてのことだらけすぎてわからなすぎてって感じでした。まずバラエティが初めてじゃない、なんかああいうのが。パックしますね。そうだから、なんか何が良くて何が良くないのかとかあんまり分からなかったですけど、まあ、あのあの後きのこさんには、いや、もっと出る予定はそんな別になかったです、結婚します、きのこさんはまあなんか面白かったよって言ってくれたから、まあいいです。昨日楽しかった、近くまで来て来てもらえ、嘘ありがとう。そうそう、きのこさんはなんか、いや面白かったよ
って言ってくれたから、まあいいです。キュンキュンラブリー、こんばんは。そうそう、なんか私全然関係ない話の目の前で聞いて座ったからびっくりした。あ、ちょっとやばい。なんか全然関係ない話なんですけど、私の今日のバッグは青いやつです。正常では何でちょうどいい、そっぽくて今日は普通になんか鉄の帰り、ん、ああ外れた、ありがとう。温泉、うん、これあやりすぎたぐらい、あ、なるほどね。今日普通にこれ、悪いやつじゃないです。初見さんありがとうございます。でもなんか貼ってるか貼ってないか分かんないんじゃない。もしかして、そうそうそう、溶岩っぽい。おお、上手に貼れたじゃないですか。そのまま外行きます。昨日短時間だけ、あ、いいですよ、さっきその話してました。違和感ないよね。で、立ち見、おお、ね、うまく貼れた。そう、まあね、ああいう流れですからしょうがないですね、ああいうのは。そうそうそう、面白かったね。そう、 JD ですよ、パック上手ですね今日。そうそうそう、こんばんは。なんだっけ、何言おうとしたんだ。あ、そう、全然関係ない話なんですけど、なんか私の弟の誕生日が3月3日なんですね。で、なんか誕生日何が欲しいって聞いてて、それでなんか誕生日服が欲しいって言ってってんだけど、なんか結局あの今の今まで何もあげてなくて、今日なんかジーパンに合う服欲しいですって改めて来て、あ、やばいやばいってなって選んでたんですけど、なんか難しいんですよね、タンプレで。なんか弟が高校生で、なんか何かで何だったら遠足かなんかでどっかに行くらしくて、その時の服が欲しいらしくて。立ち見、なるほどね、3回が立ち、そう1ヶ月経ってる。そうなんで、そう季節的にも難しくて、こんにちはな。そうだけど、まあそうですね、まあ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 どうしようかなみたいな。みゆちゃん復活してたね。そう、え、半袖かな、半袖だとちょっとさ、なんかだから薄手の長袖みたいなのを想像してるんですけど、あと靴かなって。じいじゃん、これからなら半袖。なんか4月の十何日らしくて、なんかそう4月の十何日だからちょっと微妙くねって思って、
ケッジャケット、え、そう、こっそりペアルックにするかも悩んだんだよ。半袖でいいじゃん。そう、もうすぐ、もう期限付きなんですよ。もう暑そうで、なんかしかもなんか長袖がいいか半袖がいいかどっちがいいって言っても、お姉ちゃんが決めてとか、なんかお姉ちゃんなんかおしゃれっぽいやつでみたいな、ええみたいな、色は何色がいいのとか言ってね、でもお姉ちゃんが全部決めてみたいな、私に全投げやないかいってどういうことってなってますよ今。だって好きな色ぐらい教えてもらってもいいじゃん。好きな色何、いや俺に似合いそうなのでって言われて、何って、そうお姉ちゃん呼びです。お姉ちゃんかお姉って呼ぶかな。そうで、みたいな、難しいみたいな、そう唇全然動かずに喋る。じゃあ困らせる、え、こっちが困ってるんだよやばい、これさ静止画なのにさ声だけなんかついてるみたいな、そういう感じだよね。シチューだけ緑いいよね。お姉さん、本当にそうだよ。でも普段使ってるものが何か全然わからないから、トトト君のことそうだけど、なんか弟も次は高校3年生になるわけだし、なんかちょっといいやつでもいいのかなって思って。そう、腹話術できるよ。そこんちゃうの、今日会員ありがとうとか勝手に同じ帽子とかも考えてる。なんかでもね、なんかアナはその最近一個その買ったんですよね、その T シャツを、そのどちらユニセックスな感じの、男女どっちもみたいな。はやちゃん、はやちゃん来るの期待して、あ、ほんと、あ、そうそうそう、弟は次高校3年生なので、もうちょっといい感じの服にしてもいいのかなって。でもその買ったのが半袖だから悩んでるの。なんかめっちゃいいその上着っていうか、そのなんか羽織物、めっちゃいい羽織が見つけて、え、めっちゃ可愛いって思ったんだけど、それ買うならもうその他はなしだなって感じだし、なんか T シャツロンティーも可愛いのあるけどみたいな。女の子がデートする時のイメージいいんじゃないですか。女の子とデートわからん。ありがとう、キンキンラブリー、黄色、黄緑、黄色、え、確かに。いや、なんかさ、ブランド的になんか花が考えてるその服っていうかブランドが、なんかなんて読むんだろう、ハフって読むのかな、 HUF って書くさブランドあってさ、それがなんか最近流行ってるよう的なのを友達に聞いたんだよとか調べたりしたの。したらなんかそのストリートブランドみたいなので、ストリート系のブランドみたいなんで思ってます、バイバイ、ストリート系のブランドみたいなのでその出てきたので、それの服がまあ大体そのまあ、そのブランドのロゴが入ってるんだよね。なんかこのなんかワンポイント的な感じで、なんかえ、あれハフって読むんだよ多分、ハフ多分ワンポイントでその HUF って書いてあるか、どでかく HUF って書いてあるか、あ、ハフで合ってるよね、そうそうそう、かそのハフの服で私が可愛いって思ってるのが、もうでっかくもう
なハーフの頭文字が H だからもうでっかく H、ちょっとおしゃれに書いてある H が書いてあるやつがあって、それまあ私花だし、花のイニシャル入ってるし、それいいんじゃねって思ったりもしたんだよ。生誕ティー、それの、そうだからまあ高校生だしさ、そのくらいのお値段のものあげてもいいのかなって思って、高校3年生だし、しかもそのくらいのお値段のものをあげれば長く使えるじゃない。だから長く使えるからいいかなって、まあ、ちなみに私の弟への愛の大きさがでかいのでそういうものをあげようってなってるんですけど、そうプレゼントにはいいんですよ。あのいやだよ、普通の兄弟がどうとか知らないですけど、私の弟への愛はビッグなのでビッグなので、あのあれですよ、何でしたっけ、それにプラスして靴もあげようとしてるんですなかなかのお値段になることはこちらも重々承知なんですよね。もう取ろうかな、これ何分ぐらい経ったんだろう、分からんな。そうです、ビッグラブなんです。そう、靴はね、今考えてるのは鬼塚タイガーのやつが可愛いんですよね。そう、弟愛です。そうです、1ヶ月放置です。 SK の CD もつけます、確かにそれあり。そう1ヶ月、あなんかね、タンプレで私伸ばしがちなんで、5分以上経ったってやったろ。そうなんか今私友達のもね放置しててやばいんだよね、本当にやばい。友達っていうのはおなじみのスタバなんですけど、スタバの誕生日が12月だったんですけど、まだあげてないのでもう4ヶ月経ちました、終わり。でもね全然琥珀も考え、なんか考えないっていうか、まあこれいいですねみたいな。4ヶ月放置しすぎなんです本当に。ずっとなんかどうするどうするってなって、一回なんかもうそのスタバのタンプレはなんかそのテーマパークのチケットでいいんじゃないかってなったんです。そのだけどなんか形に残るものがいいらしくて、ハナナンは何ですか、靴はエアジョ、エアジョドも悩んだ。ハナナンは何ですか、え、そうで自分の誕生日来るパターン、それはそう。おい、友達別に多くないんだけどね、私サンプルあげるのだって4人だけじゃない？いや4人とあとはまあちょいちょいって感じかな。あ、花もらった。花は1、なんかねどんどん伸びてってんの。あのね、なんか花の誕生日の期間が一番近かったの、あのもらう期間が、もらうまでの期間がね。で次琥珀が、琥珀の誕生日が10月なんだけど、琥珀にあげたのは12月だったの。そう、うん、お支払いはあのママにカードでやってもらって、そっから自分たちが払い直すっていうやつ。ハナナが退院されたら緊張してた？そんなことないと思うけど。そうそうそう、でもねちょっとそろそろ本当にあげなきゃやばいなって感じなので、でもねもうね定まっては来てる。2ヶ月遅れだったんです。でも違うの、渡す気ある、会うたびに渡す気あるからって言ってる、会うたびになんか渡すからって、忘れてないよって言ってる、会うたびに説得力なさすぎるけど、ちゃんとちょいちょい話してはいるんです。4月のあ、オリジン、なんか何回か聞いてる気がする。本当にね良くないですよねこういうのって。まあでもいいです。ちなみに妹の誕生日ももうすぐなんですよね。妹も渡す詐欺すぎる本当に。でも
まあなんか大学始まったら学校帰りに会うこととか多そうだから、そうですね、まあ大学にも言ってその遊ぶ友達 2,3 人しかいないし、次の誕生日確かに。でもそれはならないね、覚えちゃったよね、こんばんは。そうです、あーちゃんもうすぐ11歳ですね。やば、何あげようね。ね、毎年思うのがね、あ、そうです、じゃがりこです。毎年あの私と弟の誕生日は別にそんな盛大に祝わないんだけど、あーちゃんの誕生日の時だけあの風船買ったりして家を飾り付けてやるんです。倉本家の姫なんですよ。もうじゃがりこチーズはそうだね、キュンダプリー、そうあーちゃんだけそういう風にやるの、そう別枠ですね完全に。でしかも私たちは近くのなんか何かよくあるケーキとか、よくあるケーキ、普通の時でもたまに食べるようなケーキなんですけど、まあーちゃんだけあのあれです、31です。あ、私の誕生日間違えた、私は9月13日ですよ。え、そういう意味で言ったんだよね。15ですか、15に何かありますか、こんばんは。やば、ベッタベタ。そう、まあでもいいんだけどね、自分もさ美味しいもん食べれるしとってもいいんですけどね。そう、末っ子ならではなんですよ。そう、カタツムリです。カタツムリだけど、あ、いいよ全然。誕生日ってさ覚えるの面倒、まあ、まあ面倒じゃなくて誕生日覚えるの難しいよねって言おうとした、面倒じゃなくて。そう、赤ちゃん、私も友達の誕生日全然覚えられない。だからあのさ LINE でさ、もう少しで誕生日の友達とかさ出てくるじゃん、あれでいつもこの子もうすぐ誕生日なんだって思い出す。それでも連絡するの忘れたりする、やばいの本当に、誕生日覚えなさすぎて。だけどもう私の誕生日は友達全員忘れないと思います。なぜなら私は調べれば出てくるから。なんてこった、パンナコッタ。初めての生誕祭は、え、絶対そうだよね。親の誕生日はさすがに覚えてるけど、おばあちゃんとか覚えてない。誕生日月だけ覚えてて、ねえ日付マジで変えな、いまだに全然覚えてない。センター台日程が分からなくなる、確かに。そう、なんてこった、ちゃんと覚えてる。はい、完璧ですね。パンナコッタってどんなやつ、パンナコッタって全然分からない、ムースみたいなやつですか。ルカさんの誕生日は月は覚えてる、6月、違う5月、いや5月、いや6月、5月、あー覚え、おいやばいですね。なんかもう調べたら出てくるで油断しまくって全然覚えてないです。そうですね、生誕グッズが発売されたということは5月ですね。いや、なんか誕生日覚えるの難しいよ。だって私今普通にさ本当に覚えられないんですよ。
でもみゆちゃんはわかる。15だったよね。みゆちゃんはね、最近何回も見てるから、なんかみゆちゃんの、そうみゆちゃんのタンプレも考えてるんだよ。そうそうそう、だからだから少なくとも5回は祝いたい。え5回も祝ってくれるの？そこ覚える？ははかけなと一日が、え、それな、かけれなも覚えてるわ。でもその方があんまり覚えてないでやばいよー、全然覚えれないです。本当に覚えれないね。そうみゆちゃんインフルエンザだったんだよ。スマホのカレンダー確かに5月25、覚えた。そうなんか卒業前っていうのを覚えてたんです。やばい、吉野さん準備覚えてる？誰のも覚えられない。かなりわかるよ、かなりわかる。私本当に誕生日を覚えるの苦手。まあだからといって多分覚えようともしてないのが良くないのかもしれないんだけどさ。かきれな12。我々の妹と同じ妹さんと一緒だった。え、そうだよね、9月いっぱいいるよね。そう数字とかてか普通にね覚えるのが苦手なの。そうかきれなと近いんだよね。そうだからあの加入前にお菓子交換してたんです。お9月27。そうなんだ、なんかさこんにちは、また来ました。顔覚え、顔は覚えるけど顔と名前を一致させるのがすごい苦手だから、何回も来てください。そう大学生だから何回も何回も来てくれる人はさすがに覚えてるけど、え、そうそう、ルカさんにプレゼントを渡せるチャンスです。それは本当にそう。そうだからなんか覚えられてる、いや覚えてる人もいるけど、とか覚えてる人が大体来てくれるんだけど、そう毎回もう名前を言ってくれたらなんか覚えてるよってなるかもしれないけど、いけせこい、覚えられてないからどういうこと、間に合うか。そうそう本当にそう、え、それな、そう私思った、あ、これ見るチャンスがなかった。コツコツ通ってください。さえちゃんと2日違い、毎回始めましての気持ちでいや、まあ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 間違ってはないかもしれない。こんばんは、初音もありがとう。私のさ、え、なんかあれなんですよね、私の今月の運勢っていうか、こんばんは、こんちゃんな、え、わかんない、覚えいい、なんか比較対象がいないからわからないです。さえちゃんの誕生日覚えてないよ。スケル中にメッセージ書いてみます。あ、わかりました。僕の誕生日あと10日。そうだからね、みんな何がしてほしいの、まあなんかそう覚えて、あのね覚えてるんだけど、なんかねやっぱね時間が空くとねどん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 抜けてっちゃうんです。僕の誕生日、僕の誕生日わかる、え、わからないです。こんばんは、7月4万。あ、そっか、でも花より早いか。あ、うん、そうだね。それ覚えてる。それな。それな。なんかね、だからね、本当に、本当に、いっぱい会いに来てください。誕生日一緒？イェーイ。4月。あ、それな、4月ないよね。初音もありがとう。ノ
ートに書いてない。何を、こんにちは、ななー、何を書いてないの。くしかえから次5月で1ヶ月空くからもう忘れどうだろう。こんにちは、ななフォローありがとうございます。でもね、やっぱりね思うんだけど、やっぱ握手に並んでくれる方は男性の方が多いじゃないですか。そんな中女性の方が来たらそりゃちょっと覚えますよ。情報とかをノートにまとめてないよ。あ、なるほどね。じゃあこれさ、あの本当のこと言う、本当にあのどれだけ私が中学さん分かりました、花の音、どれだけ私が覚えが悪いかって言いますと、中間テストとかあるじゃない、あれ終わったすぐでもテスト問題を全く覚えてないんですね。だからみんなが何の話をしてるのか分からないくらいちょっと覚えが悪いんですねだからそう、なんか だからね、その場で書けるなら書きたいかも。まあでも覚えれるかな。そう、なんか別にファンの人を忘れるかって言われたら忘れてないんだけど、それをなんかね、顔は本当に覚えてるの、顔は覚えてるの、でもなんか名前と一致ができないの本当に。なんかあ、この間も来てくれたことあるなこの人っていうのは絶対わかるんだけど、なんかそう資格、そう本当に、だから内容話した内容とか覚えてるけど、なんかじゃあね、話した内容を覚えてるんだよ。経験人すぐメモ、やっぱメモるしかないか。名札を公式、本当にそれな、生誕グッズで名札出す。こんばんは。そう本当にねやばいんです。だから本当に本気で覚えに行かないとやばいですね。いや本気で覚えに行ってんですけど、いつもいつも本気で覚えに行ってますよ。確かに服装があ、確かにやっぱりね、休憩でもする話した内容覚えてない時ある。本当に確かにこの生誕 T 名札っぽく名前書くところってめっちゃいいですね。その返信の内容とかはよく見返すのでそれはわかるんですけど、こんばんは。そうなんです、即メモ、名前の欄作ろうか。じゃあちょっとこれなんか出しすぎた。返信たまにしか届いてないかも。返した後裏でメモれる、確かにあまり大きくではない。はい、何をですか。こんなに名前、あーそう、それはね、何、成り級の大きさ、キンキンラブリー、一
1年2組かわいすぎかわいすぎ。こんばんは。あ、ビブス？なるほどね。ビブスでかすぎだね。黄色帽子かぶって数日変身止めてます。いや、それはね、大丈夫よ。いや、そんなさ、だってセンシティブなこと送んないでしょ普通に考えて。だからさ、アプリが悪いんじゃない。ハートありがとう。ハツオもありがとう、ね、今日ね、お風呂入りながらね、歌唱力の動画を見てたんですよね。送ってないとはいけない。歌唱力の動画を見てたんですよ今日。もうなんかさ、参考になるっていうか、なんかなんかレベル高くないですかやっぱり。ちょっと、あ、そうです、過去のなんかまだ岡田奈々さんとか出てた時代のですとか。これ自分で買いました。可愛くない？前回じゃん、まあ、前回のは前回のってユイリーさんって何歌ってました？ユイリーとメンバーは STU のリオちゃんです。そう、誰が優勝したんだ。 でも前回も池田さんではないんですかね。なんかいつ池田さん優勝してるイメージあるけど、そのゆいりさん、村山ゆいりさんが優勝してないっけ。あ、そう、野島さんも聞きました。え、そう、めっちゃビビってる今。だからなんかすごい、みんながなんか、花もそのなんか、そう別格です、なんか、そう、なんかみんな良かったんだよ。なんかね、すごい、ね、野島さん初回ですね。そうですね、なんか、え、マジでやる前からこんなこと言ってたらいけないと思うけど、なんか本当にやばい気がしてる。本当にやばい気がしてる。だってだからなんか、え、本当にガチでやばい気がしてる。あ、そう、ゆいりさん、それとか、別の人の彼女になったよって聞いたんですけど、めっちゃうまかった。え、そう、マジでハードル高くて、なんかそう、やばいなって思ってます。ちょっと普通に、そう、 STU さんマジでうまいですよね。そう、だからやばいんですよ、本当にやばいです。
しかもそのさ、そのなんかそういうのでさ、ちゃんと審査してもらったこととかってさ、やっぱないじゃん。だからさ、やばいでしょ。しかもね、仮にね、仮にとってもそのなんかまあ順調に進めてその決勝に行ったとするじゃないですか。もしもの話ですよ、これは。もうそれが今難しいなって思ってるんですけど、決勝に行ったとするじゃない。それしたらさ、私なんかさ、そんな大勢の前でさ一人で歌ったことなんてさ、ないじゃないですか。絶対緊張するでしょ。で、そう、出るんですよ。もう出るんですけど、出るのは決まってるんです。出るのは決まってますよ。そう、そんなこと言ってたって仕方ないのは分かってるんですよ。そう、やばいです本当に。別に、そう、本当に本当に泣かないように頑張る。そう、そう、やばいですよ本当に。でもなんか私なんか4年前ぐらいのやつを見て、4年前ぐらいのやつなんか全員うまかった。10何位とかでもめっちゃうまかった。びっくりしちゃった。そう、ありがとう。あ、ちょっとチャンス。あ、ほんと？そう、やばいですよ本当に。確かに挑戦できるとか、それはそうだわ。そう、もしもの話です。頑張らなきゃ。そう、ね、本当にね、緊張しちゃう。それな、選曲が大事ね。確かに。ありがとう。あ、ピカピカありがとう。まあ頑張るのみですね本当に。確かに自信持って挑めば。そう、自分との戦いすぎて。そう、ジャバリコ上下セット、あの下はただの、私はグレーですよ。テクニックじゃない。そうなの。うん、頑張りますね。しっかり緊張しなくて本当大事。プラウェイは一人の時は立って歌うかな。一人とかもうなんかはっちゃける場では一人で歌ったり、ソファーの上に歌って立って歌ったりしてますね。でもね、たまに気まずいんだよ。そのソファーの上で立って歌ってるとさ、外の店員さんとかお客さんとさ目が合うんです。首回り、嘘、本当？そう、目指せ鬼レンチャン。じゃがりこ食べたくなってきた。じゃがりこのさ明太もんじゃ本当に美味しかったです。そう、そういう時に限ってそう前髪伸びたけど、まあいい感じじゃない。そういう時に限ってね、目が合うんですよね本当に。リスン、確かにそれはそうだね。じゃがりこ大好きですね。美味しいですじゃがりこ。なんかポテチってあんま食べないんだけど、じゃがりこ美味しい。そうとかさ、そう同じように練習するのが大事。じゃがりこ普通の時、でもなんか、何味だろう。チーズかな。
ゃ本当に長い名前だ。でもまあいいか。ボクシング？ポーク？何？ポンデリン？え？何？あ、ポテロングか。ポンデリングかと思った。なんかサラダかチーズかな。か期間限定、なんか鶏皮味がめっちゃ美味しい。期間限定好きなんだよ。九州醤油美味しい。そうなんだ。そうだから、何の話って思って。ポンデリングとかさ、ミスド、ミスドはね、なんかシナモンリングみたいなやつです。いつも食べるのはなんか普通のドーナツみたいなのに、あのシナモンの粉が振ってあるやつが好きなの。あとね、何食べるかな。ミスド、ミスドのエビグラタンパイがめっちゃ美味しい。あとなんだろう、同期で歌うまい、一番うまい、一番、え、みゆちゃんとココハはうまいと思う。みゆちゃんココハうまい。うわっていうか、ココハがなんて、オールドファッションはね、オールドファッションにチョコがついたやつは買いますね。オールドファッションだけではあんまり食べない。でもね、あ、なんかこの年になってきてようやくオールドファッション食べるようになって、美味しいんだなっていうのを分かるようになった。そう、シナモンの粉のやつめっちゃ美味しいから、一番、うん、私は買う。あとなんだろう、シナモンの粉のやつ美味しそう。チョコファッション美味しいです。あとエンジェルクリームだっけ、中に入ってるやつ、あれも美味しい。ポンデリングはね、食べないですね、あんまり。あとは、え、でも私ね、あんまりフレンチクルーラーが好きじゃなくて、なんか生地がシュワシュワしてる感じが、あん、なんか苦手。ストロベリーリング、あー、わかる。いちご、あのね、ポンデリングでも私いちごのやつは食べます。ね、ハニーチュロもね、食べたな、美味しかった。ハニーなんちゃら食べる。どうもありがとうございます。硬い系、硬いかふわふわか。岐阜にミスドある？え、あります、さすがに、さすがにある。駅にもある、岐阜駅にあるよね、ミスド。グレーズドって何？なんかね、ミスドはね、ポケモンとかの時は食べますね。エンジェルフレンチ、何それを。ミスド大食い選手権、ゴールデンチョコレートね、美味しいよね。プレッシャー、確かに確かに、みんな行きがち。コラボの時みんな行き、あ、そう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 、ポケモン、こんにちは。なそう、ポケモンはね、可愛いからね、あれ。ハニーなんちゃらグレーズ、なんだそれ。ハニーチュロ美味しいね。食べるのが推しだ、それはそう。とか、あのハロウィンの時期とか買いに行きます。ハロウィンなんかさ、私ハロウィンの時期のドーナツが好きすぎて、ハロウィンとクリスマスかな、もうそうなんだけど、好きすぎて、あのミスドも行くし、あのあっちも行く、なんだっけ、クリスピードーナツ、ハニーディップ、なんだそれは、ピカチュウのドーナツ、美味しかったよピカチュウ、買ったの忘れてた。すごっ。そう、クリスピークリームドーナツにも行きます。はしごしていくから、ドーナツ持ち帰りで。
なんかあんま良くないのかもしれないけど、そのめっちゃ買うじゃん、その期間限定を全部買うんですね。それで朝ごはんとかに1個ずつどんどん食べていくの。クリスピードーナツ、え、マジ美味しいよね。そうですよ、ドーナツはしごですよマジで。なんかクリスピーは期間限定全部入ってる箱があるから、ダンキンドーナツっていうのがあるの。そう、甘いから、なんか甘すぎたってやつもあるけど、違うね、ハロウィンはね可愛いんだよね、全部ハロウィンとクリスマスは可愛いからずっと置いておくと溶けるね、熱いとどんどんチョコとか溶けてくるけど、まあいいですいいです。クリスピーあるよ、さすがにあるよ。ねえねえ、みんな岐阜のことちょっと舐めてるでしょ。あ、ミスドのパイはあれ食べるんですよ、エビグラタン。なんかやったやつ、ザラメ、へえ。え、クリスピー溶けるよね、わかる、ね、クリスピーのさ普通のノーマルのやつさ、あれ温めると本当に美味しいよ、本気で美味しい。え、コナンとコラボなの、台湾ドーナツ、へえ。確かにドーナツはゼロの形だから、それはそう。ハラドーナツって何、10年くらい食べてない。食べて、ダンキ、岐阜のイメージ嘘でしょ、岐阜あります、あります。あゆ菓子よかった、いいね。岐阜駅結構いろんなもんあるよ。違う、花が住んでるとこなんかさ、岐阜駅の周辺はちょっと都会かもやっぱ。でもさ、岐阜ってなんか岐阜駅だけかも、わかる。なんかドーナツ揚げ、え、ちょっと失礼ちょっと失礼、さすがに揚げパンとドーナツの違いはわかるありがとう、なんかクマおにぎり、やばい、揚げパン屋さんとかもあるのに。揚げパン美味しいよなね、期間限定食べたいよね、わかる。でも私抹茶とかあんま惹かれないからさ、抹茶は食べないです。大きと岐阜駅は広い、確かに広いかも。味噌フランチャイズナッキングループ、へー、パンありがとう。そうだからね、岐阜駅なんてめっちゃあるよ、だってポムの木もあるんだから、ポムの木オムライスもあるんだからね。ー名古屋駅の近くいないでしょ、ポムの木。場所による、それはそう、観光地のイメージ本当、まあでもね、そうだよね、白川郷とかのイメージ強いよね、それはそう。みんな名古屋駅はポムの木オムライスないでしょ。え、それな、柳瀬繁華街だけどさ、柳瀬マジでシャッターですよね。そうです、本屋もでかい。え、名古屋にポムないの、え、あるのそう、養老圏もある、そうだよ、岐阜駅なんて養老圏もあるんだから、そうだよね。なんか名鉄の岐阜駅と JR の岐阜駅が離れてて、名鉄の方には養老圏もあるし、ドトールもあるし、カヌレが売ってる場所もありますよ、ほら。そう、名駅です。岐阜駅も最近行ってない、長屋のポムの木どこも変な場所にある。岐阜、え、そう、本当に昔はね、だから、でも柳瀬って結構古着屋のイメージありますね。そう、ポムの木ないでしょ、みんな。そうだよ、岐阜駅、 JR の岐阜駅の方にはスタバもあるし、サイゼもあるし、あと何がある、あ、フルーツパーラーもあります。橋本フルーツパーラーっていうちょっと高いフルーツのパフェとかのお店があるし、牛丼もあるよ、ラーメンもあるよそうだよ、これいっぱいあるんだから。名鉄岐阜しかにぎわってなかった、あ、そうなの。マックは名鉄岐阜からちょっと行ったところにあります。ちなみにスガキ屋もあります。じゃあ岐阜駅ちょっと食事で降りた、パルコは消えた。そう、何でもあります、岐阜アピールです本当に。
なんだろう、カラオケめっちゃある。でもそれは名古屋の方があるかもしれないから何だろう、あ、餃子、あの JR からちょっと歩いたら餃子のだダンダダンあります。そう、ロフトもある、ロフトもある。そう、隣にあるよね、マックとスグキ屋。岐阜県近くにギフタンメンがない、それないよね。ロフトある、ロフトある。そう、JR はね、花かゆすぎる。デパート系、高島屋がなくなるかも。花なんか入れて、そうだ、ダンダダンなくなった。ダンダダンありますから、ダンダダンあるからね、うちらの岐阜ダンダダンあるから、めっちゃうまいから。ダンダダンってね、美味しいよ、あの餃子のダンダダン美味しいです。あれができた時はもう高校生がにぎわってました。え、岐阜行ってみよう。え、行かない。え、あとね、餃子の皮せんべい、そんなのがあるの。あ、サーティワン、サーティワンもある。そう、金の信長像もあります。ちなみに、あとはね、岐阜駅からの30分ぐらい歩いたところに美味しいワッフル屋さんがありますよそれはもう別の駅から行けよって話なんですけど、30分ぐらい歩いたらワッフル屋さんがありますよほんまに浜松行きたい。なんだなん、多分あるよ、名古屋に。違うの、でもね、あのめっちゃ雰囲気があるワッフル屋さんなの。マジでお店もちっちゃくて本当に美味しいです。混んでないから名古屋より。それな、本当にそうだよ。そう、徒歩30分なんて普通ですから。餃子は宇都宮、宇都宮行きます。帰ってるのに降りないの。降りてよ、30分と保険ない。え、そうだよ、本当にさ、岐阜にいたら30分なんて余裕ですからね。そうですよ。え、ダンダダンあるけど人気ない。え、ちょっと待ってください。岐阜のダンダダンはあんなに繁栄しているのに。え、あ、そうです、丸豚でしたよ。丸デブだったけど、どっちだか忘れたけど、よく、え、何って書いてあるの。で、少しで岐阜にいます上から境くらい。そうだね、丸デブだよね、あのミオナさんが好きな。名駅から境、え、もう確かに名駅から境まで歩くのと、その岐阜駅からワッフル屋さんまで歩くのと、ちょっと道のりが全然違いますね、景色が。でも私よくだから栄とか行くときね、栄から行って、なんかあの前話した気がするけど、あのさ、 IC カードにお金をギリギリしか入れたくなくて、あの IC カードにチャージするのめんどくさいなってなったら歩くよ、あのパルコとか行った帰りとか。栄的、あ、いや歩きたいでしょ(笑)あ、そう、その途中で飲んで止まっちゃうんだ。 IC カードチャージめんどくさい。いや、わかんない、私がめんどくさいだけ。たまにメイカル、やっぱりそれがいいよ。金華山下のなんて読むの、昆虫博物館、すごい。なるほどね。お茶ありがとう。刺身で食事、そうなんだ。え、あのさ、さっきからちょっとさ思ってたんだけど、私の部屋にティッシュがなくなったので、ちょっとティッシュ取りに行ってきてもいいですか。あのこちらがなくなったんです。劇場帰りテンション高いから歩けど、それはそうだわ、みんな歩きな。新幹線乗るときは私は名駅から乗ってます。
なんか、嘘でしょ。あ、じゃあ行ってきます、ちょっと。バイバーイ。何の話ですか？ダメと言ってもじゃがりこです。でもそうそうミューズにしてました。うわじゃーん、じゃがりこです。わからんわ、ハシマコが乗ったことないから全然わかんない。ティッシュです。これさ、めっちゃ可愛いんだよね、こいつ。このティッシュケースめっちゃ可愛いんですよ。こいつマジで可愛い。このね、ほら見てください、かわいすぎ。あれ、ハシマってメテツジオールもあるかね。ハシマありがとう、かわいいよね。めっちゃかわいいんです、こいつら。この3人乗ってて、こいつら可愛くて。でね、私も名鉄のイメージがありましたね。名鉄か新幹線、新幹線ね。なんかわかんない、私がさ、大学が名古屋だからさ、その名古屋に頻繁に行くから名古屋から乗ってるだけで。そうだよね。でもなんか新幹線ってさ、どうしてもさ JR のイメージがあるよね。名鉄を知らなかった。なんか名駅がそうじゃん、 JR の入り口から。そのあれじゃん、新幹線も行けるじゃん。だからあれだよね、名機は望みがあるから便利。なんかそういうのあんまり分からない、望みとかこだまとか光とか、どういう何の違いですかね。速さ回転通りして名鉄はじません。あ、速さの違い、止まれ停車駅、何が一番速い、光が一番速い。止まる駅、なるほどね。そうだよね、新幹線 JR だよね。のぞみ、こだま、え、のぞみが一番早いんだ。あー、なるほどね。だからこだまが安いってことですね。それな、リニア、リニアいつ、リニアってどんだけ早いんでしょうね。
なんかめっちゃ早いって言うじゃん、リニア。てかなんかさ、やっぱりさ思うのはさ、なんか昔の人が想像してた2024年って絶対もっと近未来的だったと思うから、なんかやっぱ難しいんですね、そのいろんなものを発明したり、あの例えば飛べる車とかってもっと早くできると思ってました私も。リニア最近10年以上え、そうですよね、大川さんなんか言ってましたよね、品川は45分、早っ、行く、高そう、高そうだから新幹線乗っちゃいそう。地下なんだ、確かに、確かにね、それは便利かも。コナーもリニアに乗ったの、もっとなんかね、新幹線プラス1000円なの、割と安っ。え、待って、1000円だと安いって思うけど3000円高いだとちょっと高いなって思っちゃう。あとありがとう、未来的に技術的にはいけてて安全の問題とか、そうなんだよね、けどほとんどの、それつまんないね、確かに羨ましい。ね、途中友達ほぼ曲がな曲がらんしか、あ、そっか、地下だから近道してるってわけね、そういうこと。そう、6000円が変わるからちょっと、はた、ありがとう、変えると思えばいいです、確かに。コナン近くに駅ができるのでそこへ駅にしてなんかさ、あれがいいよね、あれっていうか使い分けしないとダメだね、それ。だから朝は別にもうゆっくり行ってもいいけど、帰りはちょっと早く帰りたいからリニアで帰りますみたいな、そういうのをしなきゃいけないですね。とか夜帰るのは別に景色見ないからみたいな、どうせ寝るだけだしってなったらリニア行ってもいいかもしれない。でもやっぱりさ、その特別な日が照ってる時とかさ、富士山の横通ったりする時は富士山見たいじゃん、やっぱり富士山見たいし、なんかそう、富士山見たり、やっぱり外見たいじゃない、新幹線って窓際ってやっぱりいいじゃん、そういうものですね。静岡より早く着く、なるほど、そうなんだ、近くだと外見ると、そうなんだよ、確かに寝れない。リニア東京名古屋40分魅力的普通に、それな、40分は早いよね、確かに早すぎて景色見えないかも。でもさ、地下とかちょっと怖くない？なんか新幹線だってさ、電車だって線路とか怖いのにさ、地下なんてもっと怖いかも、土砂崩れとかになった時にめっちゃ怖いかもしれない、助けられないじゃん、だって上に上がれなくない、乗ってて事故とかになったら。だから時間かかってんのかもしんないけど、怖すぎない？ちょっと右側座る、あー、そういうことね、現役駅できる、うわ、絵なね、確かに天候の影響はないけど、トンネルのが安全、確かに Wi-Fi、 そう、何でも怖いよ、何でも怖いけど、なんか、とかなんかさ、暗いじゃん、もしなんか電車がなんか本当にふい、なんかなんだろう、まあ電車が、そうだよ、電波も悪いし、もしなんか電車が緊急停車とかした時にトンネルの中を歩かなきゃいけないですってなった時に、暗いからあれだし、携帯電話もつながりにくいし、嫌だな
ね、事故少ないね、新幹線。フォローありがとうございます。新町区ほどいる。まあ確かに、すいません、確かに雪、確かに雪の影響ないね。雪風の影響ないですね。自己負担もある、確かに。それはそう、怖い、まあ、そういうの本当に嫌だ。もう私なんか高速道路とかも嫌なんですよ、本当に怖すぎ。安全、そう、ごめんね、止まった。え、停電したら終わり。それな、でもなんかないものねだりなんだけどね、こういうのって。なんか行っても行っても問題はさ、そりゃさ、あの出てくるばかりですよ。リニア浮いてんの。え、リニア浮いてるの、もしか、え、 Wi-Fi じゃない、新幹線、それの Wi-Fi つながりにくい。リニアだと、え、そうだよ、飛行機が一番怖いですよ。え、待って、浮いてんの、怖すぎ。なんで浮かせるんだろう。え、57分嘘でしょ。え、飛行機怖いよ、だからあんまり乗りたくないですよ。え、待って、浮いてんの怖すぎ。え、怖すぎ。10センチ？それ浮かせる必要あったんですかね。あ、速くなるからってこと？話題性ってこと？え、ドラえもん浮いてる？嘘。男女読みます。13位カステラン、ありがとう。12位鎧を着た男性の方、ありがとう。11位黒猫、ありがとう。10位リラックマン、ありがとう。9位、お、アイコンが変わったんですね。桃星人、ありがとう。8位カニラスカル、ありがとう。7位クロミちゃん、ありがとう。6位黒猫、ありがとう。5位テニスボール、ありがとう。4位パンダ、ありがとう。あ、変わった。3位クロミちゃん、ありがとう。2位魔法少女、ありがとう。1位アマビエ、ありがとう。あ、なるほどね。それ浮いてると思う。あ、そういうことか。飛行機はね、それな、でも一番怖いよ。だって飛んでんだもん、あの重い物体が。新幹線、それな。